第12節1戦目東北楽天ゴールデンイーグルス対ここで打席にはロペスが入ります。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうです。引っ張った茂木、一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー二塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター尾形、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。フォークダブルプレーでランナーなくなりました。内への変化球は決まりません。ボール先行です。引っ張った、これはサードライナー。バッターボックスにはロペスが入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。この場面で変化球打っていった、ボール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。ストレート打っていった、落ちた、ヒットになる、ホームへ、レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。ここはうまく打ち返していきました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。試合を制したのはソフトバンクホークスです。